します。今奥からもう一頭来ます。あ、はい、トマトが2箇所空いてます。危ないので私より後ろで見ててください。マヌルネコという動物で、今日展示している個体は手前側切り株にいる子が男の子です。レフと言います。奥から来たのは女の子です。こちらポリーと言います。食べるのは生の馬肉になります。野生化だと小動物ですね。ネズミなどを食べます。窓が開いていますので私より前には出てこないようお願いします。手で押さえてるから、前に出てこないようお願いします。おいしいな。はい、前で見れた方場所交代です。後ろの方と場所変わってください。はい、場所交代してください。私より前には出てこないようにお願いします。お子様前に出てこないようお願いします。窓が2つ開いてます。危ないので私より必ず後ろで見ててください。マヌルネコという動物ですね。マヌルネコ顔の上の方、目が高い位置についているのが特徴の一つになります。岩場などの物陰に隠れながら敵や獲物の様子を伺うと言われています。この辺かな。今もらったら後ろで食べてますね。男の子の方今日反応出なそうなので女の子に少しあげたらおしまいにします。だいぶ気温も上がってきたのでマヌルネコたちも冬毛から夏毛に切り替わっていますね。冬になるともっとモコモコとした丸いシルエットになります。はい、前で見れた方後ろの方と場所交代お願いします。小窓が開いてます。私より前には出てこないようお願いします。協力ありがとうございます。窓が開いております。私より前には出てこないようお願いします。食べてるのは生の馬肉ですね。可愛らしい見た目をしてますがマヌルネコ野生動物なのでもちろん獰猛な一面もしっかりとありますね。動物王国だと飼育員たちも直接は触らずに風から過ごしなどで間接的にお世話しております。もう1回ぐらいあげたらおしまいになります。小窓が開いておりますのでご注意ください。危ないかな。いいな。窓が開いてます。私より前に出てこないようにお願いします。はい、じゃあこれ食べておしまいです。まだ窓開いてます。ご注意ください。ご協力ありがとうございます。